行く川は、ロシア中央部のバシコルトスタン共和国から、オレンブルク州を経て、タタールスタン共和国を流れる河川であり、河川に南から注ぐ支流である。長さは5 7 1キロメートル、流域面積は18000平方キロメートル。左支流には、メーリャ川、メンゼリャ川、ディムカ川があり、右支流には、ウセン川がある。 同じバシコルトスタンやオレンブルク州の地域を流れる、よく似た名前の川に、ボリショイク川という川がある。これは、ウラル山脈南端からサクマラ川へ流れる川であり、別の川である。バシコルトスタン共和国南西部から、タタールスタン共和国南部にかけて広がる、ブグリマベレベイ丘陵に発する。バシコルトスタン共和国ベレベイの南から流れ、北へ向かって、 オレンブルク州との境界を流れた後、タタールスタン共和国との境界を流れる。タタールスタン共和国のメンゼリンスク付近で鎌川のダム湖、ニジネカムスク湖に合流している。合流点付近で川幅は70メートルほどになる。川の沿岸には広大な氾濫源が広がる。行く川は11月半ばには凍結し、4月半ばに氷が溶ける。 流域の大きな町は、バシコルトスタンのオクチャブリスキーで、その他に、オレンブルク州のアブドゥリの、タタールスタンのバブルイ、バシコルトスタンのトゥイマズイなどがあり、シベリア方面に向かう、幹線道路やシベリア鉄道に続く、鉄道路線が川を渡っている。上流から中流にかけてのブグリマベルベイ丘陵では1950年代に、急速な油田開発が進められた。ありがとうございます。